談してきていた子供の連れのお母さんが、いつもこのふるさとをここで歌ってくれてたんですけど、橋本が瓦礫焼却をしたので、またその方は、四国へ逃げて行かれました。あのお子さん連れのお母さんはどうされているのかなというふうにいつも思って、このふるさとを先ほど鳴らしました。文殊はこれは入るの方向なんでしょうか。すごいお金をかけて、何兆円というお金をかけて、一体その浪費消費は誰が責任を持つんでしょうか。結局、人々がその負担を強いられるということになると。原発についても結局そういうことだと思います。原発を作って廃炉にするときに多額のお金がね使われるという、まあ、これも全部、人々、国民や住民が負担を、税金で負担をするという、ことになります。常にこういうふうに、責任を押し付けられるというのが今の日本の在り方です。昨日のニュースで安倍首相がキューバに行った。キューバというと、あの独裁政権を倒した、そして革命を成し遂げたキューバということで思うわけですけれども、そこへ安倍が行ったということで、と思ったりもするんですけど、結局まあ彼が行くのはアメリカとキューバが国交を回復したということで、それにくっついて日本も安倍が行ったと、いうことなんですけども、まあキューバはこれまでもあのカストロさんなんかも日本に何度か来ているということで、原爆を落とされた日本がアメリカのやったことに対して、まあ、日本に対する同情いうのもあって、キューバのカストロさんは日本に好感を持っていたと、こういうことがあるわけですけれども、あれが言ったのは、12億円の無償の医療制度をためにそれを提供すると、こういうふうに言ってますけれども、結局またまたあれはキューバを、キューバとの国交をして、そこでまた行ったら経済的な利益を得ようとして、まあ、その先行投資として12億円というようなことをております。これは、まあ、無償の、投資ということですから、ちょうどあのイスラム国敵視をして2億ドルを拠出した時とはまた違うんでしょうね。あれは、イスラム国敵視して2億ドルを出しましたけれども、まあ、それの時とは違うんです。無償ですから、無償ですけれども、結局それは有利してないというだけですね。まずそれはいずれ返さなあかんというものであるのが12億円ということだと思います。だから結局安倍のやることは、まあ、今狙っているのは今のところは医療に対するそういう保障とかいうことですけども、あれが代表するのが多いですよね。代表、液体の使用の中で一番代表が多いという安倍政権です。
安倍の代表を裏付き入れず、企業のトップを引き連れて、原発輸出に不休止、税金使ってしましょうんだ。安倍の代表を裏付き入れず、企業のトップを引き連れて、原発輸出に不休止、税金使ってしましょうんだ。アベノミクスってなんだろう。格差、貧困、差別を生んで、富士を増やして魅力を養って、そっと生み出した。原発再稼働、政権推進。仙台、高浜、伊方、オリンカ。原発を重ねて輸出ができない。それでは、ならば足らない。ああ、嫌になっちゃった。
終わります。あ、つながってます。関西電力大阪中之島には関西電力本店前で行われている特別電子炉関連放映行動を、先ほどから配信しておりますけども、皆さんどうもこんにちは。どうも、お茶どうもありがとうございます。こちら現在こちら晴れたんです。先ほど、何ですか、ここ新しく花壇のところになんか、なんか花が植えられてるですね。これなんていうやつなのかな。この前なかった、あったっけな。これ、あ、すいません。このなんか花咲いてるやつあるじゃないですか、紫色の。これって前からあったやつでしたっけ。これは前からあったんですか。あ、ここにあった木、切られてもらってるじゃないですか。枯れてから来たんですか。枯れてもだから来たもんだ。関西電力は来たもんだ。これ前からあったやつが花が咲いたんですか、これ。前からもっとさ、いっぱいこのあれが、はい、はい。関西電力の横にあった枯れてしまった木、先々週ぐらいにずっと枯れてたんですけど、もうこれ伐採、いつの間にか伐採されていますね。でですね、今日4ヶ月ぶりぐらいにこの関西電力本店前で配信で、この新しいこの携帯 A03 YKV33 インコンバー A03 なんですけど、これ発信してるんですけど、やっぱり充電止まっちゃいましたね。本当にだんだん発熱がひどくなった。あと1時間ぐらいは持つんですけど、内部電気1時間半は持つんですけど、もうそろそろ電気復活するんかなと思うんですけどね。まだ復活しないですよね。ライブ通信ですけどね。皆さんどうもこんにちは。本日はこちら、関電法医です。大阪府堺市とかの公園とかで、Twitter で見かけたんですけど、なんか結構気が枯れてる、いろんなところ気が枯れてるっていうツイートを見たんですけど、ここ関西電力本店前でもなんかいろんな気が枯れてるって言ってました。夏暑かったんと、なんだっけな、自動散水システムが故障してるからっていう話らしいんですけど、まあ、今年暑かったから、まあ、去年は、9月10日の段階で配信、こちら、この寒冷地仕様の携帯電話での配信が開始したんですから、それを考えたらやっぱりまだまだ暑いかな、どうはいけるかなと思ったんで涼しくなったんで。じゃあ古い方の携帯持ってきてるんですけどね、一応この何ですか、ソニーエリクソンの、ソニーエリクソンって名前あったんですけど、あのソニーモバイルのあれですよね、エクスペリア IS12S ってやつで、初期のエクスペリアですね。IS11 の次のやつ、2012年発売のやつなんですけど、こっちの方はまだ熱には強いんですよ、まだ。こっちはテザリングで運用してたりとかしてたんですよ、このやつは。
この、A03 の方はもう暑さにすんげえ悪いんですよね。で発熱40度ぐらい超えると、あの端末の温度が40度超えると、そのなんですか、あの給電が止まる、充電が停止しますとかいうことで止まっちゃうんです。どうも。今正面玄関の方に回ります。あ、いやいや、それ三井なんとか。なんか携帯電話、どうもこんにちは。だいぶすっと涼しくなってきたような気がする。ね、はい。もうなんていうか、これからどんどん涼しくなってくるんじゃないかなと思うんですけど。高いのもある。高いはまだなんかスプレーに伐採がずっと行われておるようです。はい。昨日はなんか戦闘機っていうか攻撃機が起こしたんですけど、あの海の中に。うん、昨日あの垂直離着陸攻撃機っていうのがありまして、あのなんか短い滑走路でもピョンと飛び上がったらできるやつなんですけど、まあでも落っこっちゃったので、あ、大げさだね、まだ大げさね。まあそうですね。まああの乗ってた人はあの脱出したか大丈夫やったっていう話なんですけど、あの落っこちる前に。記念は怖いやんね。まあどんなもの乗せるかわかんないですけど、あのジェット機なんで。灯油みたいなものを捨てると思うんですよ。燃料は灯油のええやつってやつか、なんていうか純度がいい灯油みたいな、基本的にジェットエンジンっていうのはあれに近いらしいんですよ。あのストーブ、石油ストーブに近いらしいんですよ。あれをジョンジョコジョンジョコ空気を送り込むとすごい推進力になっちゃうんです。すごい勢いで、という、あ、どうもお疲れ様です。ということがあって、フォークランド紛争って昔あったじゃないですか。フォークランド紛争ってあのイギリスがあのイギリスとアルゼンチンが戦争して、なんかイギリスのじゃないアルゼンチンの横丁にあるところの小さい島を取り合いになって、その時に、出てきた戦闘機っていうか、あのまあ攻撃機なんですけど、爆弾を落とすやつなんですけど、垂直離着陸でピューンって上、オスプレイみたいにピューンって飛び上がることもできるんですよ、上に、垂直に。で、短い150メートルぐらいの滑走路でピューンっていったらすぐ上がることもできるらしいんですけど、まあ、でももうあれですね、落っこっちゃそれだけですけど、もう。ねえ。結構な沖合らしいですけど。沖合。はい。垂直で飛び上がれるっていう、なんかむちゃくちゃ便利かなと思うんですけど、やっぱりそういう機能のために、やっぱりなんていうか、ある程度実際 その爆弾とかの積載量とか、その敵を探知する能力とかやっぱ制限されちゃうんで、まあ機能的にも中途半端なやつになっちゃうんで、なんかむっちゃ便利ちゃうんかなと思うじゃないですか。ここでも着陸できるからっていうことなんですけど、ところがあのジェットエンジンで、まあ、ロケットみたいなもんですから、これ例えばここに着陸しようとするじゃないですか。ほんでこのアスファルト溶けちゃうんですよ。めちゃくちゃ熱いんで。オスプレイみたいなもんね。オスプレイはただひどい。ロケットエンジンみたいなもんなんで。あと、あの垂直離着陸するだけで燃料半分ぐらい使っちゃうんで、効率が悪いんですよ。だから若干ビューンっていって飛び上がるのが一番効率がいいんで、そういう風に押してくださいねみたいな。だから高いところに着陸しようとするとめちゃくちゃ燃料使うんですよ。旗から見るよりなんかやっぱそういううまい話はそんなないって。だからで、まああれ、まあ唯一でも実用化はされているその垂直離着陸攻撃機のスピードはあるんですけど、だからやっぱり技術的にかなりめんどくさいんですよね。次にあの F-35 っていうのが、の B っていうのが、海兵隊仕様のやつがまたもうすぐできますって言ってるんですけど、本当にできるかどうかわかんないぐらいです。なんかでもあれもだから垂直に飛べるんですけど、あれもだから高とかに着陸しますって言うんですか。あんなのが着陸したら、このあの木とか燃えちゃいますよね。ちょっと難航してるらしいんですよ。ノーマルタイプの F-35 もどうだかわかんないっていうぐらいと言われてるんで、でしかももう
お金がすごい突っ込んでますよ。40兆円ぐらい突っ込んでます。だから文字の40倍ぐらい突っ込んでるんで、もう引く抜けなくなってるらしいですね。素晴らしいですよね。だいぶ涼しくなってきたんだけどな、まだ暑いな。もうちょっと涼しくなるかな。だいぶ涼しいんだけど、おかしいな。今日はあれなんです。今日もだいぶ涼しいが、この関連使用携帯 A0 さん、インフォーバー A0 さんとモーター使えるかなと思ったんですけど、使えてはいるんですけど、その電気が、その充電ができなくなってまして、今残り 70% ですね、電力。あ、はい、見えます？はい、止まってる。いや、ハエが止まってるんで、ハエが止まってるんで。あ、ハエか、ほんまやな、珍しいな。まあ、休んでるんですよね。というわけで、本日の、皆さんどうも、この1週間はぼーっとしてたんですけど、だいぶ涼しくなってきたんですね、先ほども見ましたけど。先ほどパンいただいたんです、パンをまたいただいた。あ、しかもあそこのところになんか食べ物を発見。なんかバナナさんが存在してますね。バナナが、こんなところバナナがあります。バナナもあるよね。はい、バナナいただきます。ちょっと一応サルをおびきますよ。ちょっと、まあ、バナナ、ちょっとバナナ、バナナ、バナナ、これなんて書いてあるの？田辺農園って書いてますね。現在からはい、バナナをちょっと喫食させてみます。バナナ、バナナ食べます。バナナはやっぱりこうやって食べるのがいいですよね。じゃあ皆さんちょっといただきます。あ、おいしい。甘くておいしい。うん、やっぱバナナって、うん、おいしい。ごちそうさまでした。いや、バナナって美味しいな。バナナいただきました。美味しかった。パンちゃんですね。はい、今日もバナナを食べたし、パンも食べていただきます。どうもありがとうございました。あ、どうも。あ、どうも。こんにちは、どうもありがとうございます。こんにちは、どうも。
あ、パイナップル、はい、いただきました。なんて名前が分かんない、なんかパイナップルもいただきましたし、いろんなものいただきましたね。なんか名前は知らないけど、なんかお菓子、お菓子じゃない、果物もいただいたしですね。名前が分からない果物っていうのもあれなんですけど、いわゆるイチジクみたいな味がしてたんです、確か。美味しかったです。イチジクみたいな味がしてて、あれって何ていうやつなんですかね。あけびじゃない、あけびかな、なんか見たことも見たかない果物があったのをいただいてきました。はい、味的にはイチジクのようなほんのりとした味がしてた。イチジクも美味しいですね。僕イチジク好きですね。僕はのそうですね、多分そうだと思います。あ、マンゴーもいただいたんですね。マンゴー、僕のおばあさんがのお家に、のお家の隣のお家が昔に僕の祖母と祖父が住んでたうちの隣のお家がに、イチジクの木が慣れて、よくイチジクを夏に行くと、その田舎ですね、行くと、田舎というか、まあ、大阪府なんですよ、行くと、隣の方がイチジクをくれて、それを食べいただいたとかあったんですね、イチジク。子供の頃は、あれですね、イチジクって、皮のところが渋いから、なんか、もう一つかなとは思ったんですけど、大人になって食べると、やっぱ美味しいですね。なんていうか、いや、イチジクっていいっすよね。なんか、なんか需要に良さそう、多分。大変。で、果物って結構、やっぱり体にいいんだなって思って、なんかインターネットで棒を見てたら、何年間か果物だけ食べて暮らしてた男性がいたんですけど、なんかすごい体が調子いいで、ほんとそうなんかなって。お猿さんとかはあれでしょ、果物ばっか食ってるわけですから、まあ別に問題ないんでしょうね。あ、どうも。イチジクは甘い。あの果物の名前が分かんないんですよ。その高いでいただいた果物の名前が全く分からないというね、大変申し訳ない。美味しかったけど、なんて果物か知らない。あ、こんにちは、どうも。なんかマンゴーみたいな形してたんですね。形はマンゴーみたいな形してて、そのまま食べると皮ごとむしゃむしゃ食べれるんですよ。で、イチジクみたいな味がしてた。イチジクに近い味がしてたんですね。それがすごい強烈ですね。マンゴーも美味しかったんですね。あと、ヤンバルクイナアイスですね。あとポークはいっぱい食べた。朝のサンライズ東っていうなんか道の駅みたいなとこがあるんですよ。東村の文化の中心地なのではないかと思われる。文化の中心地という言い方はなんか失礼っぽいんだけど、なんか東村のメインストリートな感じのとこがあるんですか。役場があって、その村役場があって、そこになんか食堂みたいなのがあって、そこでポーク卵定食。いや、何やったっけ、美味しかったですね。そういうイメージがあります。イチジクっぽかったですね、味は。で、そのまま食べれるんですよ、むしゃむしゃ、この塊のまま。何も皮も種もないし、種もないから、種もどう食べれるか。なんかちっちゃいプチプチみたいなのがあったから、中に。多分これが種なんだな。昨日はあれ食べたんですね、ちなみに。昨日の夕ご飯はゴーヤチャンプルでした。ゴーヤチャンプルってなんかすごい難しいかなってインターネットで調べたら、割とあれですよね。まずゴーヤの中の真っ二つに切ります。切りますって説明しなくていいです。ゴーヤを真っ二つに切って、その中の綿を取るんですよね。綿と種。でもあれも食べれるらしいですね。綿と種。あれもなんか卵とかと、行ったら美味しいらしいです。っていうのを知らなかったから、溶かしてもたらですね。もったいないですね。これ食べれるんちゃうかと言ってたんですけど、味からしてですね。あ、どうも、こんにちは、もう、ご覧いただきます。そしたら、
いや、ゴーヤの方、中のつぶつぶっていうか、綿の方はあんまり苦くないんですよ。ゴーヤの苦いのは、やっぱり皮のっていうか、表面の部分が一番苦くて。で、昨日はポークランチョンミートがなかったから、ウインナーで代用したんですね。今日の朝は、卵と、ウインナーをいったんですね。まあ、卵とウインナーばかりなんですけど、ウインナー残ってるのがなかったから、それをいって朝ごはん。腹が減ったから。で、昼はそのまんま、さっき気がついたら、昼、なんていうか、関連包囲の時間だなと思ったんで、来たんですけど。というわけで、昼ごはんはなかったんですけど、さっきあれ食べた、いただいたんです、アンパンと、あ、お茶どうもでございます。アンパンとあれいただいたんですね、食べるとなんか頭がもろろしくですね、美味しかったな。なんていうか、アンパンとバナナに、お茶どうもありがとうございます。どうも。あ、ほうちゃ、どうも。ほうちゃ。パイプ茶どうもありがとうございます。パイプ茶。あれなんですね。あ、声までありがとうございます。すみません、どうも。ありがとうございます。パイプ茶とは言うと。ありますね。でも今日はこの、なんだっけ。あそこの携帯、アイス、あ、OK、ありがとうございます。すみません、どうも。いやいや、ありがとうございます。どうも、アイスランド対応携帯の、今日は新しい方の携帯で配信したんですけど、やっぱりなんかまだ暑いんかなんかですけど、全然あれ止まっちゃうんですよ、充電が。ちょっと待ってね、ちょっとなんとかリセットしたらなるんかな。ちょっとこれを一遍抜く、まあ、すばちょっと失礼します。充電のここがですね、あ、そば持ちですね、こりゃ。あ、やっぱり復活しないな。なんでやろな。いや、配信自体は大丈夫なんですけど、この充電がちょっとあれなんですよね。充電がちょっと復活しないですね。ちょっとありがとうございます。配信自体は別に大丈夫なはずなんですけど、またあれですよね、雑音とか入ってたらまたお知らせください。熱が強すぎてなんか雑音が入るみたいだな、この携帯の方ですね。やっぱ京セラのやつは大変ですね。ちょっとで、またあれですね、メーカー批判、やっぱりあれインフォバーとか、あれとかがいいですね。インフォバーってサムスンとか、あとサムスンとかアップルとか、あれ一流メーカーの方がいいですね。LG なんたらってところが、あと、まあ、日本だとあそこエクスペリアあれですね、ソニーモバイルとかなんですけど、ソニーモバイルは端末の下の方にカメラのボタンが、側面にカメラのボタンがあるのが、あれがちょっと僕あれですね。今だからエクスペリアの古いモデル使ってるもあるもあるんです持ってるんですけど、先ほど言ったやつで、ベース 12S もなんですけど、そのエクスペリアやったのあれなんですよ。端末の側面のとこに、下の側面のとこに独立したカメラの物理ボタンがあるんですけど、あれをつけるとこのなんですか、この三脚この、さっきのボタンが干渉しちゃうから、使い勝手が悪いんですか。あ、お茶どうもありがとうございます。ありがとうございます。今 57% なんですよ。とか言いつつ、この古い方の携帯もあるんで、どうしようかな。6時ぐらいになったら復活するかな。あ、もう電気もつける、ライターもつけてもらえたんです。ありがとうございます。
この花がなんかこの小さい紫の花が急に咲き始めて、でですね、ここにあった、先ほど見たここにあった、何週間か前にこの木が枯れてしまったって言ったじゃないですか。そこが伐採されたんですね。まあ、あいつの間にやら、今年はいろんなところで結構木が枯れてたらしいです。大阪市区なんでね、やっぱ暑さのせいなんかなんだかわかんないんですけど、いや、ここはもうはっきりしてる、乾電対策の向かいが枯らしたい。こっちの木は大丈夫ですね。なんか、爆発液がさ、故障したりしわからんかったってさ、だってまだ水が全然やられてないんで、酸水器が壊れてるってことですね。はい、こっちの方は大丈夫だったんですね。こっちの方あっちの方でなんかなんですか、関連の社員がたむろしておられます。関連不動産のやつらが、やつらって言っての皆さんがなんかたむろしてこっちは見てるんで、何やっとんねんか、何やっとんねんか、ああいう風におるから、みんなが何かな何かなって物見るさんに言ってしまう。ちょっと前でございますよね。辺野古の方、僕は8月に行ったんですけど、次は、いつ行こうかなと思ってるところなんですけどね。あれなんですよね。だいぶ涼しくなってきたんですね。ほんとこんだけ涼しくなったらディルでも復活するんちゃうかなと思うんですけどね。また、あ、来た来た、よっしゃー。あ、すいません、ちょっと私事も電気ください。充電復活しましたね。よかったよかった。いや、これで大丈夫です。あとこれで10時間連続配信はできると思うんですけど、しないですけど、はい。ちなみにこの携帯では原子力携帯ではないんで、大丈夫です。原子力携帯電話ではないんで、僕の携帯では。関西電力の新入社員みたいに、お前らは原子力の世話になってるのにくせに原子力に反対するとはみたいな、タワゴトは言われてもふざけんなよっていう話だけなんですよね。考えたらしいですけどね。
関電の社員のあれなんですけど、今関西電力で南港原子力発電が動いてるのかって全然知らないんですよね、お前何だっていうのかって、まあ広報の方にちょっと垂れ込んでみたらもいいかもしれないですね。お前んところ社員はやってないんだ、教育やったんじゃんみたいなね、あーとかですねあーとかそういうことで言ってみてもいいかもしれないね、もうあれですよ、あれですよ、なんすか、社員とか床に正座、それはちょっとやりすぎかな。あれですよね、まあ、そんなにするのやりすぎですよね、でもそれが頭に来てるっていうのはあったわけです。お前と社員はどういう教育やったんじゃみたいなですね、まあ、ね、あそれちょっと激じゃなかったんですね、ちょっと早めに来たことなんですよね。最近なかなかなあれですよ、ズボラーマンの割と根がズボラなんで、でもだいぶ涼しくなってきたから充電復活したってですね。あれなんです、直射日光がないっていうのもあったんですよ。だいぶ日が暮れてきたし、日が暮れてきたのかと思うんですよ。直射日光、端末に直射日光がかかるとそれだけで電力、温度が上がっちゃうんで、でも今日もあれですよね、加害の方では、攻撃行動が行われたんで、もうあれですよ、加害の森のとこは、こういう形すると再編してない言い方なんですけど、山本太郎さんの宴会脱毛症みたいな、いやそういうこと言ったらあれですね、やったらその10円ハゲ、いやそういうこと言っちゃダメですね、みたいになっちゃったということで、それだけ森がストレスをあれですね、森がストレスを食らってるってことなんですよ。でもだいぶ山本太郎さんの方の頭髪の方は、まあ、それだけはいいですね。ここはだいぶ、なんかもうだいぶ治ってきたんじゃないかなと思って。で、いや、普通、そんなまじまじ見ないんで分かんないですけど。円形脱毛症なんてよほどのことでしょう、やっぱり。あれですよね、信号が変わったらまた向こうに渡ろう。あ、ちょっとまずいな、そうね。大丈夫なんじゃないですかね。多分でも自分の後頭部でなかなか見えないんですよ。円形脱毛症というか、いわゆる なんていうか小さいハゲみたいな、円形脱毛症ってあれなんていうか、10円ハゲってよく言うと、なんか俗に言うっていうのはないですね。
十二所かよとかね、よくなったことあるんですけど、あれなんですよ、もうなんかお腹が痛いなと思って、でしばらく、まあでもしばらくしたらもっと痛くなくなったからまあいいかなと思って、しばらくしてからまた今度は行こうと思って病院ですね行ったら、思いっきり十二指腸潰瘍だっていう、もう本来はちょっと救急車で運ばれなければいけないって言われてます、たまたま大丈夫だったんですね、その時は。よし、よいしょ。今日は何かあったんですか？共謀罪の政治裁判で、ああ、共謀罪っていうのは、広島離れすると逮捕される、確かというか、絶対人のこと言ってますけど、なんか電話口で何か打ってるだけでも逮捕されるんですか？多分共謀罪だけでもっていくつか数えて、盗聴罪、盗聴法とか本日なんか弁護士会かな、これ、大阪の弁護士会かな、はい、そのところで、なんですか、共謀罪の反対の集会が行われているということなんですけど、まあ、治安維持法みたいなもんですよね、何もできなくなるってやつで、まあ、なんか共謀罪もなんか名前がどんどん変わってきてるらしいですね、なんか、でバナナも飛び出して、なんか頭が割と。もやっとしてるんです、食べるとなんかもやっとするみたいな、若干お腹空いてた方が頭がすっきりする。今なんか名前変わってるんですね。そう名前だけ変えた。なんて名前だっけ、スパイなんとか罪、何やったっけな、まあ、なんかそんな名前になってる。テロ防止罪ですっけ、ダリさんなんか真っ先にやぶてたって、ネット動かしておくわ、今日僕やった。ああ、なると思いますよ。しょっちゅう家宅捜索とか、僕自身がターフやるから。共謀罪になったらコメント、皆さんも逮捕されてます。いや本当にあれなんですね、この配信ご覧になってる皆さんも共謀罪だって適用みたいなことになると考えられます。はい、あ、また充電停止した。あ、やっぱダメだな。ちょっと待って、
現在50配信開始57分で、使用データ量はこちらの、あつで113メガバイトぐらい使ってますね。今日は割とあれですね、電波ここもうちょっと電波悪くなってたんですね、前に比べて。 3G はすごく良かったんですけど、LTE 悪いんかな。いつも平均すると140メガバイトぐらい使うんですけど、今日はだから電波が細いからかなんか知らないです、110メガバイトぐらい、14メガバイトぐらいです。だいぶ暗くなってきた。かゆい足が。今日はでも朝ちょっと今週割と雨が多かったですね。なんか台風も来てたし。どうもお疲れ様でした。どうもまだ来ておられたと。どうもお疲れ様でした。どうでしたか。ああいう高い必死ですね。必死と必死をぶつかってって感じです。周りもそれをだいぶ疲れてるって言った。だいぶ疲れてるって、だったら来んなよって話なんですけど、邪魔すんなよって話なんですけど、なんかでも本当にどんどん爆発してるみたいな。あ、ほらほら、なんか車が、あれこれ逆走したらダメなんですか。一方通行なんですかね。あ、本当。お、過激ですね。あ、一方通行なんだ。逆走されたですね、ここ結構危ないんですよ。なんかものすごい勢いで車通ってくるんで、あそこに入り口があるから、車って高速道路でどんどん入ってくるんですよ、狭い道なのに。高いの75線はでもあんなぐらい、でも2車線あるからもうちょっとあれは広いですね。あそこの、この道より広いと思うんですけど、あの道より全然、あの道ってここの道より全然狭いですね。いやでも毎日皆さんだいぶお疲れなんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか、もうヨレヨレになりながら、はい。だいぶちょっと涼しくなってきた。高いの方は、はい、あそこなんか割と涼しいんですよね。朝晩は、はい、朝晩がすごく涼しいんで、意外なぐらい。やっぱり高知にあるからって、そうですよね。辺野古はだいぶ暖かいするし、でもこの湿気が多いし、はい、まあ、道路沿いですからね、まあ、遮蔽物みたいなのないので、米軍車両のローンは睡眠妨害でな、もう夜中の4時ぐらいに出て入りするんですよ、わざわざ。さあ、寝入ってきた時ぐらいに出入りするんで、時々ドンパチなんか砲弾とかの音が来るのもなんか怖いし、高いのはあんまり銃声とかあんまりしないです。
オスプレイが飛ぶぐらいですね。今日ほら昨日か、はいはい、とうとう N1 に30人ぐらいで入っちゃったでしょ。はい、あ、行きましたね、はいはい。バナナは、はい、食料が、やっぱり食料ですね。飯は食わないと。バナナってやっぱ体にいいですかね。昨日は N1 の島の例の着陸のところに皆さんお入りになった。こんばんは、どうも。お疲れ様でございます。本日、高井の方からお帰りになられた方の直撃インタビューが先刊行されたんです。まあ、ちょっとなんか足が痒いか、もしかしたら金かまったかな。あ、どうもお疲れ様です。どうも。高いはなんかもうあれですよね。実際実は言うと早行きたいね。お金貯めるないとお金がな今全力で金貯めてる途中でございます。金貯めてるって貯める、まだ貯まってないです。それがこの後あれで行こうかな、ね、あれっていうのはいわゆるレンタカーっていうのは、あ、いや、なんもないっす。ちょっとあれですよね。あ、そういや、秘匿事項だから。村上さんじゃない、かゆ、足がかゆい。鈴木さんの話はどうも。拝見させて、現地からのツイキャスとか拝見させていただくのもあれですね、かゆい、足がかゆい、なんか足がかゆいなんだ、足がかゆい、まあ、それはそうだけど、僕のズボンがもう装着可能なズボンが1個しかなくなっちゃって、あとのは破れた、穴が開いちゃうから、しかもお尻っていうか股間の部分に、股のところに穴が開いちゃうんですよ。やっぱりサイズが小さすぎるっていうのがあるのかな。ウエストとかちょうどいいんですけど、やっぱりお尻とかがすぐ破れちゃうんですよねっていう。どうもこんにちは。どうも、はい、浜です、あらかじめ買った時に布を当てとくのがいいって言うんですよ。そんなことをするなんていうか、どれもなく、今、ウエスト110センチのズボン履いてるんで、なんかでもブカブカなんですけど、ウエストの方で、けど股下が結構あれさ、お尻がでかいんで、僕多分ちょっとビッグなんで、ビッグなんでって、トシちゃん、トシちゃん、トシちゃんってあれさ、田原俊彦さん、この1週間で、なんとかスローファームとかいう、なんだか、なんか店の親父が、店だか、なんかペンションだかの親父が、なんか、抗議する人に暴行を加えたっていう話があったら、本当にどういうことかなって、何をやってもいいっていう、え？ふざけんじゃないよ。っていうこともあったんですね。N1 の着陸のところの台風とかもうむっちゃくちゃ伐採されてましたよね。ああ、やってっていうことがあるとバズるんだよ、これこらっていただいて、ね、あ、どうも、茶道もありがとうございました。
で、赤月の流出防止の措置とか全くやってないでしょ。ペンションっていうのはあって、なんとか、なんとかファーム、スローファームとかいう、ペンションみたいな、なんか旅館みたいな、なんかレストランみたいなところの親父が、抗議する人を殴りかかったというのがあったらしいですね。それならいかがしようっていうことで、何をあのあれですよ、ダメなものはダメですよ。少なくともスローファームではないわなって話です。あ、川に噛まれた。夜が遅くなるのが早くなって、だいぶ涼しくなってきました。だいぶ涼しくなってきました。というわけで、だいぶ涼しくなってきたから、この寒冷地仕様の携帯で今日は配信開始してるんですけど、ね、ちょっと2回ぐらいちょっと充電が止まっちゃいましたけど、まあ今は充電復活しています。まあ 54%。でこっちの古い方の携帯も実は持ってきてるんですけどね。これもなんかもうすぐなんかかなりヨレヨレになってきてまして、これなんですけど、ヨレヨレになってきてるから、こっちの方も長持ちさせないとっていうのは、今年の来年の10月ぐらいまでこの携帯使い続けなくてはいけない、まで持たせなくてはいけないんで、なんとかして延命措置ということで、貧乏なんて言うんですよ。そうですね、2年縛りだからね、2年縛りじゃないかな、あれが、ゲップが2年なんですよ、26ヶ月。だから10月の終わりまでですよね、で終わると思うんですよ、多分。でもこれ、もしこっちの古い方の携帯、その IS12S の方がぶっ壊れたら、それまでにちょっと買い替えないといけないくなるんですよ。真夏とか全然配信できないんで、これ暑い時とか、もうすぐ熱暴走しちゃって。もうかなりちょっとやっぱツイキャスっていうのは、携帯電話クラッシャーなんで、いろんな携帯電話がぶっ壊れたんですね、ツイキャスによって。皆さんの。この古い方 の、 IS12S もあれが1回なんかありました。え、壊れました。どうぞ。マイクロ SD カードが1回焼き切れたってことがあったんですか。全部壊れちゃって。どうも、お疲れ様です。こんばんは。どうもどうも。雨が降ってたからじゃないですか。切る。今日の世界やつ。あ、もういいですね。
人が少ないからじゃない。あ、明快は。あと、アロー、アロースって、なんやったかな、富士通のアロースってやつが、の初期のやつは、ものすごいあれも熱くなるやつで、世界初の北海道付き携帯電話と呼ばれている、超ほっかほか携帯、ホットな携帯、アロースっていうのがあったんですけど、今のやつはだいぶ、今の現行モデルはだいぶ良くなってるらしいんですけど、中の CPU はメルトダウンしたということだったんですね。あの関連方言の方なんですけど、あと iPhone 系列だと iPhone は割と熱には強いんですけど、発熱には強いんですけど、その耐久性、その外部的な衝撃に対して耐久性とか悪い、弱いようで、なんかあのガラスのとこバキバキになる人とか、あと中の電池がですね、中の電池がお餅みたいに膨れちゃうって で壊れる人とかっていうのは続出してるみたいな、デンジャラスアプリなんですよ、あのツイキャスっていうのは。で IS12S の方はまあ基本的になんですか、どうもお疲れ様です。いや全然大丈夫です。はあ、はあ。え、売ってないっていうか。お前置いてた店にも置いてない。まさかそこまで政府の圧力が分かるわけじゃないですよ、はあはあ、で、探してないからしょうがないから、なんか日本酒飲むと、いや、なんかすごいっすね、すごいっすね、これなんか、これちょっと食べてみてください、ちょっと待って、これ電気これ日本酒のキクットカットっていうのが発売されたんですよ、すごいっすね、これなんかすごいです。すみません、ちょっといただきます。ちょっと1枚だけいただきます。2.3 枚だけいただきます。それとも2枚だけ。すごいお酒の匂いです。お酒の匂い、香りがしますね。ちょっとすみません、日本酒キットカットっていうのは。食べよう、いただきます。いただきます。お、うん。うん。フルーティーな味わい、フルーティーな味わいですね、フルーティーな味わいが、あ、そうなんだ、お酒の味がすごい、赤ちゃんでも大丈夫と思います、いや、そんな感じで、いや、でもなんかやっぱりきますね、なんかこなんていうか、ふわっとする、ほんとにほうほう、あ、もう合う、かわいすら、あ、じゃあお酒飲みの古井さんのあれかな、ずっとしたらね、うん、彼女お酒飲みだから絶対、お酒の味がする、お酒って酒かすって感じですね、うん、なんかすごいパワーってするわ、1歳やったらやばいかもしれないけど、その10歳ぐらいだったら OK やと思うんですよ、多分ウイスキーボンボよりは全然 OK やと思う、うん、美味しい、甘い、スイート、いや、美味しい、こんなんあるんですね、うん、これあの先ほど言ったiPhone 系列だと中のバッテリーがあるじゃないですか、バッテリーがお餅みたいにバーッと膨れて、そのバーッと膨れて、その筐体ごとから何すか、その液晶のパネルが浮き上がる感じになっ
っちゃった人とかいますよね。ちなみにかなさんなんですけど。あそこシャープとか割と強いらしいですよね。すぐ耐久性はあるかもしれない。あ、ワンワン今これそれが
どんどん再稼働するということが担保になったわけです。手放しで、文字の廃炉運運を喜ぶことは絶対できないわけです。その前提として再稼働をどんどん進めて、しかも豊沢発電をどんどん行っていくということが担保されている限り、私たちはこの文字を廃炉ということを単に喜んでいるだけではなくて、本当に、進めようとしている再稼働、しかもプロサーマル発電での再稼働を絶対に止めていく、そもそも核燃サイクルを拡大するのは何でしょうなんでしょうか。それは使用済み燃料を増やした後にプルトニウムができる、そのプルトニウムが核兵器の材料になる、しかも国際的な関係の中で日本が持ちすぎだとかいうことを言われている。したがって何としてもこれを解決しなきゃいけない。ことは簡単です。原子力原発をやめればいいわけです。それでも今なお45トンですかのプーサムなどを日本が持っていると言われています。こういう前貸し拠点を通して巨額の代金を投入して続けていた文字、そういうツケが今本当に、国民一人一人に押し付けられとしています。さらには廃炉の費用についても新電力にも負担を求めるということも言われています。すべて国民に規制を押し付けるそういうシステムになっています。私たちはこういうやり方を絶対に許すことはできないと思います。で、関西電力は本当にその中で原発推進の国策のその最先頭を走っています。そういう意味では高浜1号機、美山の3号機、40年後の超老朽原発の審査も優先的に、規制委員会は審査して合格としました。いとも簡単に40年越えルールを打ち破っても動かしていいということを規制委員会政府は言っているわけです。そこまでして、原発を推進する、そういう姿勢を明らかにしています。それに対して私たちはどう立つ必要があるのでしょうか。あくまでも再稼働に反対し、すべての原発を廃炉にしていく、そういう戦いを諦めることなく、屈することなく、声を上げていくことが本当に必要です。大きな流れとして、原発は必要ないという声が 3.21 以降、国民の多数の声になっています。本当に、このまま推移していけば、遅かれ早かれ原発は日本からなくなる運命にあります。
新設を揺さぶ、あるいはリプレースを揺さぶ限り、日本で原発はどうなる日が近い将来来るんです。さらに東大は大きく前進してます。鹿児島の仙台原発、これも10月、11月ですか、電気点検に入ります。一旦止まります。で、鹿児島の水戸郷知事が一旦止めて、点検してほしいと、一旦仙台原発を止めてくれと。いう要請を九州電力に対して要請したのに対して九電は拒否しました。本当に、そういう中でこの10月11月止まった仙台原発が再び動くのかどうか大きな焦点になってきます。ことは簡単には進まないはずです。大喜利でございますか。鹿児島知事選挙において三田農氏が原発推進の原発推進を突破していた伊藤電池に10万票以上の大差をつけて当選した。この事実の中に本当に大きな流れがあります。私たちは決して諦めもなく、全ての原発を排除して進む日まで本当に声を上げていくしあります。関電前で毎週金曜日、関電に対して原発をやめろ、再稼働反対、全原発を若狭にある全原発を解除しろと声を上げていることが大きな意味があります。高浜原発についてもこの10月大地裁山本決定に対する異議申し立ての第1回新人が大勢交際で戦います。そういう意味では何で十分だったわけ。党と反動が惜しいからせめぎ合いながら、まあ、惜しい原発ゼロに向かって大きな流れとして進んでいくことははっきりしています。伊方町でも前町長が原発推進した前町長が病気移植したため町長選挙が行われます。そこでも三方原発3号機のあれも美味しい稼働をやめようという声を上げて無職で、立候補する人が当たりました。バナナがあります。伊方ではアンケートに対して55% が再稼働に反対であるという声を上げています。バナナサンドとか田舎の選挙のことでことは簡単ではないですけども、本当に原発反対、再稼働反対、そういう声を集めれば、大きな流れをつくことができると思います。私たちは、こういう戦いに応えながら、若狭にある関西電力の大井、高浜、美浜の、すべての原発を排除する日まで、本当に戦っていく必要があります。高浜
3、4号機の放置再決定を守り抜き、そして高浜1、2号、40年を超える高浜1、2号、三山3号の再稼働を絶対許さない。さらには大井もそうです。大井の1、2号機も40年を超えています。3、4号機を動かそうとしています。これも絶対許さない。そういう戦いを本当に今から地道に作っていく必要があります。そういうためにもこの関連前の行動を大きく盛り上げていきたいと思います。共に戦いましょう。頑張りましょう。告知とかありましたらどうぞ。マイクはフリーに使います。告知等ありましたらどうぞマイクにしてください。皆さんどうもありがとうございます。僕は充電ですから皆さんどうもこんにちは。どうも、ちょっと前でございます。どうもこんにちは。どうも、自分で知るとちょっと自分でしまうからやってもらって、そっちはちょっと今日は忙しい。ですね、今日は本日充電したらどうなるんだ。そういうことで本日は前本当にでしたっけ。金曜日そのうちやるって言ってそのうちやるってその出たかやことっていつかやりますって言って、あんまり僕の話を前この前で喋れない。あ、そうですね。30名の仲間たちが入って、そして
また YouTube ではご存知のように75線での機動隊の模倣ぶりが様々な角度で、放映されたり、報道されたりしておりますけれども、実は昨日から戦いの主戦場がやんばるの森の中の米軍への提供施設、言うならば米軍基地ですけれども、そこの中に移っております。今日も仲間たちがヘリパッドの予定地に入っております。本来は刑事特別法、いわゆる警特法、日米地位協定によって違反として罰せられるわけですけれども、そうした言葉を無視して入っています。さらに H 地区、これは N 地区と H 地区というところまでは若干の距離があるんですけども、そこまでの道路はできておりません。そこに向かっても新しい私たちの道路というのを今作り始めています。どん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 戦いが広がると同時に、本気になって米軍基地の新しい建設を止めていく動きが現場では深まっていると、そのようにまずはご報告しておきたいと思います。ここ1年沖縄に通っておりましたもんですから、原発の動向については分かりません。分からないんですけど、一つだけ分かったことがあります。これは日本の電力事情というのについては常に関心を払っております。電力は生産物です。火力発電、水力発電、原子力発電、こうした事柄をミックスして、ベースロード電源ということで日本の基幹産業を支えていく電力ニーズに応えるというのが国策として、進められてきた。この辺は皆さんご存知の通りかと思います。生産物ですから本来はニーズが必要になります。安くて安価で安全な商品、そうした事柄が国民の理解を得て購買が増えていく。これがどのような商品であっても原理においては全く変わらない、そのように考えてもまずいいのではないかと思います。ところが電力事情というものを支えているのは国民の生活、そして中小あるいは大手企業の消費電力量の問題になっていきます。もしこの消費電力がどんどんと低下していくとしたら、今の原発が作り出している電力という商品の購買は当然それに応じて低下せざるを得ない、そういう結果になっています。そして2030年を前後して日本の労働構成、いわゆる人口構成比は明らかに65歳以上の人々が3人に1人、あるいは 3.5 人に1人という形になっていきます。電力消費は落ちます。すれば過剰な電力供給状態になっていき、原発の必然性は当然なくなっていってしまいます。もう一つ、そうした中でもなお原子力発電所の再稼働を経年劣化した40年を超えた原発を含めて強硬に再稼働していく、これには一つの根拠が必要になっていきます。その根拠は何なのかということを明らかにしたのが9月16日の福岡高裁那覇地裁での合流水面積、合流面積の埋め立てをめぐって沖縄県廃訴の中に書かれていた一文言に表現されているのではないでしょうか。国防に関する専権事項は地方自治体にはない、このように書かれています。地方の民意がどういうものであろうが、国の防衛に関する専権は地方にはない、したがって地方でどのような反対の声を上げようが国防が優先されると、こういうふうに書かれておりました。これを原子力発電所に当てはめていきますと、そうした大きな意味での社会的なニーズがなくなっていっても、なおかつ原発を継続して、そしてプルトニウムを生産していく、それはもはや経済の世界から政治の世界へとこのことの本質が移り変わっているということを明らかにし始めているのではないかというふうに考えます。鹿児島での三田園さんの原発一時停止、そして再点検をということについて国は全く知らんふりをしておりますけれども、これもまた国の専権事項、いわゆる経済的
ている人たちの人格権、人権を無視していく。沖縄においてしかり、大井高浜を抱えるこの関西圏においてしかり、象徴的には鹿児島においてしかりではないでしょうか。こうした構造が全体化していけば、やがては地方の自治、当然そこで暮らす人たちの生活権、人格権、人権、そういうものが国権、言葉を変えますと公益性というふうに自民党の改憲草案には書かれておりますけれども、公益性の名のもとに人権が制限されていく、公益性のもとに人格権が従属されていく、そしてそれらはやがては表現の自由、思想信条の自由、そうしたものへと拡大していく、そうした分岐点が今訪れているような気がしてなりません。ここは本当に安倍政権と沖縄で戦う人々、原発を戦う人々、 TPP と真正面から向き合っている人々、ありとあらゆる領域で必死の戦いが展開されているように見えてなりません。おそらくこの必死の戦いは数年は続くかもしれません。そこで諦めないで勝つまで私たちが踏ん張り続ければ、安倍政権の野望も必ず打ち砕くことができると思います。憲法再改正草案をベースとして、実は原発の再稼働が地方の自治を無視して進んでいるということを忘れないように私はしておきたいと思います。必ず民衆の人権と人格権と民主主義、そして立憲主義を守っていく、これが沖縄で勝つこと、原発再稼働を許さないという私たちの精神的な原点、思想的な原点になり得ると確信しております。以上です。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。どうも、いつぐらいお帰りになられたの？昨日ぐらい？先週。先週。あははは、どんどんお疲れ様でした。はいはい。はい、どうもお疲れ様でした。いや、どうもお疲れ様でした。というわけで、先週か、高井がお帰りになられたお話でした。どうも、本日はどうも。というわけですね、もう戦いの方は真夏がだいぶ長くなってきたんですが、必死の戦いが行われているということで、今日はなんか大阪市、大阪の弁護士会館の方で、なんだっけ、共謀罪のやつがあるからということで、皆さんそっちの方に行かれているから、結構今日は少ないですね。共謀罪が適用されたら真っ先に逮捕される人の一人が僕らしい。どうせ直ちに逮捕されるらしいので、どうしてもかなと思う今日この頃ですね。あ、どうぞ。今日は大阪府の弁護士会館で共謀罪の抗議集会が行われているらしい。今日はだいぶ少ない。共謀罪が適用されたら僕も捕まるけど、このコメント欄の皆さんも逮捕されるのではないかという気がするので、まあ、そういうこともありますけど、人ほどじゃないですみたいな、そういうこともあるということで、皆さん、全部お茶どうもありがとうございます。会話では成立してないので、まあ、大丈夫です。大丈夫ですけど、僕は大丈夫って言ってもらいます。だいぶ今日はだいぶ涼しくなってきたなとは思いますけど、ちょっとまあなんていうか、ロリーネスっていうか、でもこの携帯電話にはこのぐらいの温度ないと、あー、インフォバー、インフォバーもこれは熱に弱くて、今日もさっきまで充電止まってたんですよ。でこれぐらいの温度になるともう充電できないんですよ。で、熱帯夜だと熱暴走してどん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 すごい勢いで電池減ってくるんですよ。あ、
一回なんか動かすじゃないですか、ネットとか見るじゃないですか、そのまま、ね、熱が上がり続けて、上がり続けるというかもうホットなやつ でその間どん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 勝手に暴走するんですよ、ね、だからどんどんものすごい勢いで電池出てくるんですよ。ぶっ壊れたかなと思ったらあれなんですよ、熱いんですよね、要は中で暴走しちゃうんですよ。困ったやつ、やっぱりアイスランドとかああいうところで動かないよ、正常に。寒冷地症。寒冷地症なんですね。だからさっきアイスランド共和国とか共和国とぐらいやったらだいぶあれ正常に動くはずなんですけど、年間を通して20度以下なんで、最高気温が。モスクワとかもうちょっと暖かくなる、7月とか暑くなるらしいんで、意外に真夏とかは、で寒い時は今度マイナス20度とか30度とかなっても、それでもやっぱりこれ壊れると思う、少しなっちゃうと思うんですよ。アイスランドって意外に寒く、むちゃくちゃ寒くはならないらしいんですよ。なんかね、水流の関係で、水流って海流の関係で、そんなに寒くは、むちゃくちゃ、名前の割には寒くはない、最低気温はそんなマイナス5ぐらいなんですよ。ということなんで、でもアイスランド行って何の追加しようかなっていう話はあるんですけど、次のやつはやっぱりもうちょっと熱に強いやつね、やっぱりちょっと安かったんですよ、安さに負けたんですね、寂しさに負けた、いいえ世間に負けたっていう感じですね。ネット自体はやっぱり前のやつに比べたらやっぱりすごい軽くなってるんですけど、動きはやっぱりガンダムアクセスメモリーとかは容量は2倍になったから、2ギガぐらいないとちょっと厳しい、前のやつ1ギガそれで あっという間に固まっちゃうんですよね。ちょっとインターネットとか検索したりとかすると、メモリが愛のメモリーってやつ、ね、松崎しげる。2ギガぐらいだったらだいぶポケモン GO とかもできますけど、しないけど。すごいやった。でもそんなにやってるって人は見たことありますけど。周りはすごいやった。仕事せんとか高いにはあんまりないらしい。そうなんや。なんかあるじゃん。で、鎌ヶ崎もあんまりないらしい。開発したメーカーの前やってたネットゲームの顧客情報に基づいてるらしいんですよ、位置情報とかに基づいてるらしくて、だから日本橋とか例えば言うと、いやうじゃうじゃいるらしいですね。そういえばなんか夜中に徘徊してる人みたいですよ。あの人はそうなのかなと思います。まあ夜の方が涼しいっていうのがあると思うんですけど、夏場やったらですね、ここら辺はいるのかどうかわからないですけど、やってないから辺の頃にはいるらしいです。なんか捕まえた後もなんかいろいろせなあかん、なんかせなあかんでしょうね、ようやったことないからわかんない。職場はなんか 2匹ほど出るらしいねんけど、あーなんかお化けみたいな、それを捕まえて、はいはい、なんかどないかしてどないかすると違うのがまた出てきたりする、まだ出てくるんでしょうね、勝手にだから会社の中入ってきたってことするらしいです。みんなおるから仕事中にみんなやってます。ああいいっすね、もうその調子いってないですけど、なんか変なとこにおるらしくて、電車の駅とか原子力発電所の中とか米軍基地とかいろんなとこにいるらしいんですけど、まあおらんとこは全然おらないらしいんで、あんまり地方の方はいないらしい、だからどっかの県が
金出すからポケモンいっぱい出せてくれて、そのメーカーにいたらしい。3000万円あげたらしい。3000万円ですよ。3000万円やったら牛丼何枚食べれるって話なんですけど、まあ、3000万円あるんやったらその生活保護、県ですよ、県がその出してるわけで、そのなんすか、あのなんかもっと福祉とかなんか使った方がいいんじゃないんですかって話なんですけど、そういう件にかけてあれなんですけど、まあ、そういうこともありつつ、あ、今なんかだいぶ涼しくなってきたから、携帯電話もだいぶ冷え冷えになってきた。これアルミでできてるんで、割と冷えるときはすぐ冷えるんですよ。熱の放出はすごくいいんですけど、やっぱりこう熱の量が多いんですよ。放出はすごくいいんですけど、大した温度でもないんですよ。45度ぐらいまでしか上がらないんですけど、こっちの前の携帯の方は一番高かったら59度まで行きますよ。ただいま、あ、なんか、皆さん、もうなんかあの、お片付けタイムが始まっておられます。なんか、お片付けタイムがなんか、今日は始まってます。なんか、このように皆さん、お片付けが始まってます。割と今日早めに終わるような感じがします、感じがしますというか、そのようです。今日はいっぱいお菓子もらってます。なんかおはぎももらったし、おいただいたせんべい、おはぎ、あの、あんこの、なんだっけ、あの、あ、それおかしい、はい、はい、例えば、全力でお片付けが行われてます。あ、今あの養生テープが剥がされようとして、養生テープが剥がされました、1枚。いや、ちょっとなんか剥がれにくい。あ、なんかでもやっぱ養生テープでいいっすよね、いいっすよねっていうか、撮影の許可取ってるぞ。いや、それはちょっとあのどうしますか、ガッチリやな。ガッチリですね、はい。養生テープが、あ、一枚養生テープがガチリされた、ホールディングされた養生テープが、あの、やっぱりあれですよね、あ、どれがどれか分かんない。これはバッチリか、すごいですよ。これはもう大丈夫。そんな感じで、お片付けタイムは全力で行われてます。では2つ折りぐらいがいいかな。あれが入っちゃった、葉っぱが入っちゃった。こうですか、というわけでですね、
今日も、完全包囲行動はなんか貫徹した模様ですっていうか、2時間で241メガバイトだから1時間あたり120メガバイトぐらいかな。今日は間電波もう一つですね、電波の流れる量がもう一つなんで、もうちょっといつもは1時間あたり140メガバイトぐらい使うんですね。あ、どうも、あ、こんにちは、どうも、こんばんは。今日は割と早めに終わるっぽいですよ、ですよとか、あ、はい、先ほどは高いから帰還された方のお話があって、昨日からついにもう、徹底抗戦が現在も行われているという、お疲れ様です。あ、どうも、お疲れ様ありがとうございます。あ、向こうではあれですよね、現在こちら、今週は割と雨が多かったですね。でも今日はだいぶ涼しくなってきました、大阪やっとこ涼しい、だから肌寒くなってきました。若干ひんやりしてきた。携帯電話さんにはいいんですけど、僕人間さんにはちょっと涼しい、ちょっと涼しいなって感じ。この調子でここで、このまま寝るとちょっと風邪ひきそうなぐらいの気温になってきます、ね、ちょっとお布団が一つあるんですね。お布団が、お布団っていうかあれがいいかな、毛布ぐらいでいいかな。寒さには強い方なんだよ。はい、どうもありがとうございます。というわけで本日の何で怖い、まもなく終わるような気がしますけど、なんか終わらないんですよね。あれ、あら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 、こちらのことです。あ、これか。というわけで本日の関連ストップ現象関連報道報道まもなく終わります。どうも、どうもご視聴どうもありがとうございました。というわけで本日の配信の方は以上で終了します。どうも、ご視聴どうもありがとうございました。どうもどうも、安全さんとも失礼します。